です。はい。問題なければ挨拶から。はい。どうもこんばんは。底辺の王と書いて帝王と読む新帝王です。この時間は平日夜の部ということで、プレイステーション版の、女神ブルプレスナーを、ナメプス配信というふうなの初見プレイでやっていきます。やっぱり帝王、須藤。何ですか。はい、サボテンさんもいらっしゃい。はい、じゃあやっていきましょう。よろしくお願いします。確か昨日ね、神社の途中までね、行って、ね、なんかね、底辺とマキちゃんの二人パーティーになっちゃったんで、うん、ね、あれこれやりたい放題って状況ではあるんですが。どうなんでしょうね、神社。長いって言う人もいるし、20分で終わるみたいな言ってた人もいましたけど、どうなんでしょうね。まあ、2人なんでもう、ボスとかいるんですかね。もうめんどくさいから、もうこのダンジョン全部逃げようかなって思ってるんですけど。わこ、帝王最低だな、謝罪して。はい、京平さん、はいはい、謝罪しません。いらっしゃいませ。ね、こんなこれ逃げるしかないでしょ。まあ攻略サイト見れば20分じゃないの。攻略サイト見て、あ、そういうこと、うん、ヘイ、ニセとメイトとハシトマーさんいらっしゃい。Hey, nice to meet to... はい、どうもね。僕あんまり英語お得意じゃないんで、うん、ごめんなさい。またなんか今音ゲーやってて、放送のお知らせのせいでタイミングがずれてフルコン逃した、はい、謝罪してください。はい、チョモさんいらっしゃい。知りません。それは音ゲーやる上でそういうね、僕の配信じゃ聞かなきゃよかったじゃないですかって話ですけど。謝罪なんですか、謝罪って。なんですか、なんかすぐ謝罪謝罪謝罪って、ね、あなた方はどこのどっか別ね、よその国の人ですかってね、何かにつけて謝罪謝罪謝罪。罰ゲーム。罰ゲームダメね。何ですか、罰ゲームっていうのはゲーム配信に対して何か失敗したからやることでしょ。おかしいでしょ、うん。いや、それはね、チョモさんが失敗したかもしれませんけど。つまり私のせいだと。違う、そういうことでいいんだね。違う違う、だからチョモさんが失敗したんだ、チョモさんが罰ゲームやればいいんじゃないですかって。だってね、こっちとしてはね、実はね、今チョモさんがね、そんなおとりやってたところね、こっちは知る由もないんですから、ね、こちらがどうこう対処できない。てか、なんで仲間減ってるの？罰ゲーム？いや、なんかストーリーの展開上、いやいや、怒んないですね。ね、なんか、ストーリーの展開上、なんか今、2人しかいないんですよ。多分、このダンジョンだけだと思うんですけど、このダンジョン抜けたら、また5人には戻ると思うんですがね、もう行って最終決戦多分近いでしょうから。まあ、たリスナーのせいにする。やっぱり帝王最低だな。なんでですか。誰も僕は何もリスナーさんのせいにとは言ってないでしょう、ね、リスナーさんのせいで失敗したっていうのはそりゃあれですけど。ここはここが一番下違う、え、何これ宝箱。はい、ジェンク、そっと。なんで英語なんですか、最近。あ、忘れてた。はい、私だ。はい。構わん、はい。挨拶始めたまえ。もう挨拶終わっちゃいました。はい。繁号庫。中印層。真面目か。真面目ね。もうそのコメント自体がもう真面目じゃないでしょ。もうなんか適当っていうか、なじやりでしょ。え、これどこ、え、ここから来てどこもないじゃないですかね、行けるとこ。
それが私なりのはコツだ。文句あるなら法廷で会おう。いや別に法廷とかそこまで文句言ってませんけど。早く真面目にやってください、はい、こちらは本気で主張してるんですよ僕本気でやってないんですか真面目にやってるつもりなんですけど何ですか気に入るとか怖いですねもう生詰めどうこうじゃないですか。もう殺したいんですか。NG にならなかった。あ、コメント？これどういうこと？もう行き止まり？でもあっちにはおパイ見せろよ。嫌です。ちょっと待って、何？こっちじゃないってこと？だって他に道ないですよね。あれどこい、どっから行っ、なんだ、どうなってんだ。何こういう行き止まりがまさか通れるとかのことないですよ。違う違う、あれあれ全然囲まれてる。じゃあこっちじゃない。でもこっちも言って、どういうこと。あの奥なんかありました。やばい、こんな狭いマップなのに迷子になってる。どうしましょう。帝王、いつでもいいから、はい、ウィザードリー X やって、面白いよ、おすすめ。ウィザードリー X ですか。ちょっと待ってください。ウィザードリーってかね、ハードは何なんですか。それが分かんないとですし、プレステに PS2 ウィザードリー X ですか、うん。まあ、やれたらやりたい。RPG ですか。そんなおすすめなんですか。面白い。まあね、まあ何度も言いますけど、ちょっと多分今年中はちょっともう無理かもしれませんから。
くらぐらいなんですかね、その安けりゃいいんですけどね、せめて500円以下だったらまだなんとかなるかもしれませんけど。こっち違いますね。どうやって、だってここがあれでセーブでね、こっちから来たわけだし、いや上も一本道だったし、どういうこと、なんでこんな狭いマップで僕は迷子になっちゃうんでしょうか。待て待て、落ち着いて考えよう。少なくとも2階までは何もなかったはずね、一本道で。考えるとやっぱりこの下のフロア、ここがなんかあるんでしょうね、トリックみたいなっていうかね、なんかいかにもなんか、うん、ここ怪しいです。いや足って通れんよな。どこ、だって行き、道ないですよね、言ってないし、ねえ、どこにも、ここも空だったし、上、もっと上からなんか道間違ってたってこと？うわぁ、普通に迷子。こんな20分で終わるわけないじゃないですか。どう考えたら20分以上かかるんじゃないですか。何が20分で終わるんですか、もう。そりゃ止めるわけですな。なんか道間違ってた。違う、ここが、あ、ここに下りがあるってこと。あなん、マジらわしいな。なんだこれ、ガンガン降りれるってこと？こっちも降りれる？どうしよう。なんかありそうですけど。なんだ。騙された。騙された。いい意味で騙された。そこに階段があるって何回も言ってたじゃん。いつですか、いつですか、何時何分何秒ですか、今日の動画です、今日の配信でですか。そんなこと誰も、今年じゃなくていいよ、今調べたらアマゾンプライムで中古で500円くらい、うん、それぐらいなら、うん、面白いなら、うん、やってみたいですけど。ウィザードリーね、まあウィザードリー、あ、たThank you.
ど、わかった。下りがある、どうしよう。あれ行き止まり、あれこっちトラップ、間違え、騙された。さっきのところずっとでよかったですけど、でこっちで今何回、7回、うわどんどん降りてくるけどいいのかな、7回。うん、そこ別にトラップと思って作ってないと思うよ。いや、トラップじゃないけど、トラップではないですけど、まあね、まあなんだかんだ言うけどね、このゲームのダンジョンって基本一本道ですからね、まあ迷うことは普通はないですからね、ちゃんと探索すれば。邪竜ムシュフシュレベル51か、あれ行き止まり、え行き止まり、ええここゴールでいいのかな、
まあ、まあ確かに、ね、20分かどうかはともかく、なんか これで終わりなら、そんなに確かに長くないダンジョンでしたね。さっと、うん、違うのかな、コンパクトを取りに行きたいような気が。何これ、ポイズン。もうデスポイズンあと1個じゃないですか。アイテム、アレキサンドライト、宝石、ダイヤモンド、あー欲しい欲しい、宝玉、サファイア、ドラゴンスケール、なんでしょう、まあいいや。ていうか、ここゴールじゃないの？終わりじゃないの？あれ？あれれ？あれれ？ロック。あれ？僕はどうやって来たんてね。ちょっと待って。あれれれ？やられてるし、マジじゃん。ほら戻って出のぼっじゃないし、どこ、ちょっと待って、2人しかいない、死んだ、ちょっと待って、許して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 
許して許して許して、おっかね、何があったんですか今。まずいまずい、血、何が血ですか。で、まあ、言ってもまだね、さ、始めて20分ぐらいだからそこまでのロスではない。何ですか、はい、27コメさん、28コメさんいらっしゃい。何が血ですか、もう。こっちは骨。はい、とも29コメさんもいらっしゃい。ペルソナ、うん、今、神社の。じゃあ何が血なんですか。人がそんな困惑する様見て面白いですかね。なんかね、青いですね、やった。おおおおおお、ちょ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 、やばい、結構食らうぞ。やばい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 、ちょ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 、逃がして逃がして逃がして、許して、オッケー。いや、まっちゃん弱すぎ。広い、この意外と狭いかなと思ったら、下の方に行くとなんかだんだん急に広くなってるような。これ何階まであるんですかね、言ってね、狭いからって油断してたらね、まさか地下100階とかって言ったら僕は泣きますよ。今までで一番長かったのってね、ダンジョン何でしたっけ、宮殿でしたっけ、宮殿の10回ぐらいが最長でしたっけ、うん、どっちかな、こっち違った、
やあ。はい、どうも、まさぽんさんいらっしゃい。今、神社、B8 階まで行ってますけど、どっちかな、こっち、あ、違う。こっからさらに分岐、どっちだ、こっちか。そんな嫌そうな声出さなくても。いやいや別に嫌そうな声出してませんけど、何ですか、意味が分かんないです。別に嫌そうな声別に出してませんよ、何もそんなことありませんよ。嫌そうな声というか、それが僕の地声ってことですから、別に嫌じゃないですから、あの気にしなくて。あ、じゃあね、生きるまでじゃん、もうそんなに嫌そうに聞こえますかね、僕の声っていうのは。ね、別に普通に喋ってるつもりだけなんですが、まあお気に召さないならね、申し訳ないと謝るしかないんですが、これが僕の地声ですから、うん、やめてくんね、申し訳ない、うん。こっちで、いやちょっとこっから辺からなんか急に入り組んできましたね、うん、上の方は楽だと思ったら。なんかある部屋でもゴールじゃないですよね、多分また宝箱。なんだ、誰かいますね、うん、誰、帝王くん誰かいる、嘘、あれ、え、何、まさかね、僕、帝王くん、何これ僕も何なんか僕別の人格っていうか、何そういうことよくわかんない。帝王くんが二人どういうこと、なんでこんなとこでゲームしてるの。底辺うるせえな、俺が何しようが勝手だろうが。君本当に帝王くん、そうさ、俺は新帝王、あだ名は底辺、聖イルミニー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 ニそれ、え、評価なんですか、え、あ、な、な、な、本当に言ってそう、笑い。そんなことない。いや、まあ、似てるかな。疑ってんなら身長体重、足のサイズから好みの女まで教えてやろうか。え、俺はお前、お前、俺はお前さ、お前が今まで何をしてきたか、お前がどんな人間かみんな知ってるで。え、どういうこと、何、何、あ、しん、この人まだ生きてる、手を貸して、あ、そういえば助けなかったんですか、ね、リアル帝王じゃん、わら。しん、その看護婦はもう助からん、グズグズしてると二の舞だぞ。おい、しん、そこまで化け物が来てんぞ。あ、そう、確かね、てへんのか、お前ここで哀れな女性を見殺しにした。いや、確かに。自分さえ助かればいい。そう思わなかったと言い切れるか。いや、思いました。え、なに、こいつ、なに、幽霊でずっとストーキングしてたってこと。帝王最低だな。いやいやいや、もうやだよ。これ以上人が死ぬのは誰だって死にたくないでしょ。カンドリだって捕まえればいい。助けようよ。てへんのかい。ここではカンドリを倒すことよりも老人を救う道を選んだ。あれ、これはいいの、正しい方を選んだってこと、うん、これは何でしたっけね。帝王最低だな。なんでですか。シン君、あなたにだけチャンスをあげる。私の描いた美しい絵とマキの描いた絵とどっちがうまいと思う。さあ正直に答えるのよ。僕なんて返したい、脅迫に屈せず自分の本心を主張する。なかなかできることじゃないな。これは良かったってこと、こんなんあるんだ。今までのプレイの選択肢ですか。これ帝王最低だな。あ、なんでですか。D
でもよ、やつの声、確かに、その村のおふくらさんの声なんだ、そうだろ。なんであんな格好してるのかわかんねえけど、もし本物のおふくろさんだったら、戦っちゃダメだ。お前は心の目を持っている。目で物を見るだけでなく、心で物を見る術を知っている。覚えてないんですかね。帝王最低だな。だ何が最低なんですか。あ、これ感動ですね。少年、君の答えを聞いていない。何故のせいか。この男の魂は闇、そして迷っていた。しかしお前はこの男の魂に安らぎを与えた。なんでですか。なぜならお前自身の魂に迷いの文字がなかったからだ。で、何これがどういうこと。僕のなんか全コーチみたいなあれですかね。帝王最低だな。帝王君だってそう思うでしょ。最低の女だって思うでしょ。実際ってこれ本当に何マスクかぶってんの。覆面してんの。仮面。帝王最低だな。だなんで僕が最低なんですか。意味がわかんない。彼女の問いにお前は報いた。そう、逃げるのは簡単なことだ。逃げ続ければ自分に対する負い目が増えるだけ。それをお前は知っているんだ。で、分かったろ。俺はお前の慈しみ。俺たちは表裏一体。いや、俺だけじゃない。最低だな。何が最低なんですか。もうあんまりひどいと嵐ですもん。え、いや、俺だけじゃない。お前の心の中には幾千幾万のお前がいるんだよ。中にはお前にとって変わろうと狙っている奴もいるんだが、無理みたいだな。お前の自我はその体にガッチリ根付いちまってる。お前がしっかりしてる証拠だよ。ほら、これを持ってきな。お前とその姉ちゃんならこれを使いこなせ。なになに。心の奥に封印された最強のペルソナを覚醒させる鍵だ。イゴールのジジイにでも頼みな。ただこれをここで見た俺も同じお前だということだけは忘れんなよ。それさえ自覚できれば大丈夫だ。お前は十分強いんだからな。ロゼッタの石碑パッセを受け取った。なんだ。どうした。早く行けよ。友達が待ってんだろ。あばい俺、うん、これは何ですか。なんかね、イゴールってことはペルソナ関係ってことですかね。これちょっとゲーセン、ちょっとせっかくなんで遊びたいんですけど、できないの。ちょっと僕にも、アトラスの格闘ゲーム、グルーブオンファイト、なんすか、これ実際にあるんですかね。多分俺がここに来たらとんでもないことになってると思う。いや、わかんないですけど。これどうなんすか。これもしかしたらね、今までの選択肢次第では、バッドエンドとかあるんですか、もしかして。てか、これは何なんですか、それ。こう僕の目的は一応このダンジョンね、コンパクトだから取りに来たって話だったような気がしたんですけど、よくわかんない。選択肢次第ではパーティ全員分もらえる。帝王最低だな。何がですか。あるよ、バッドエンド。あるんですか。ね、なんかあるとはなんかね、誰か言ってましたけど。巻き回復した方がいいよ。あ、そうですか。ごめんなさい。回復してない。あ、本当だ。失礼。で、こっち？どっちかな。マップの感じ。こっち？悪魔から話して勝ちできたらどうしよう。とりあえず答えてみましょうか。せっかくなんです。おめえらか。今朝、水肥が君切れたな。このことだったのか。何のこと。この人何。そういうオカルトを信じる。こういう人はね、なんかビビらした方がいいと思うんですが、ビビらす人がいないですよね、なんか。どうしよう。おだてたら引く。ベリスさん、一目で分かっちゃったらさすがに迫力が違うのね。
おい、こら、まあ、薄気味悪い真似しやがって。プライドはねえのかい、ね、意外とプライド高いのかな。あるよ。あるっていうことは、つまりプライドを捨ててまで何か深いわけでもあるんだな。どうしよう。なんか、頼む？悪魔は自由な生き物でしょ。人間だからとか思わないで少しだけ力を貸してほしいな。え、この悪魔俺様はめようって何この人ダメって帝王で普通に説得ねえ、ダメ、つまんねえな。もっとひねった交渉、ひねった交渉歌ってみる。聞く耳も多分てめえは俺を怒らせた。何ですか、どこの上太郎みたいなね。そのせいは万死に値するってわけだ。いえ、まずい。わらわら。時間のもって、まずいまずい。ちょちょちょ。まずいまずい。これ、大丈夫、大丈夫。大丈夫。わら。怒られた。わら。ね、怒られちゃう。ちょちょちょ、ちょちょ、まずいまずい。逃げないと、逃げないと。ちょちょちょ。いや、もうダメだ、ダメだ。怒らしちゃった。ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。まずい。やめて。あ、大丈夫かな。大佐。あ、魅了された。よしよし。どっちかな。こっちか。ゴールかわからないから何とも言えない。これなんか嫌な感じね。なんかいかにもまっすぐ歩いたら落とし穴とかありますよみたいな。どうだろう。あ、何なんだこれ。これがマキ。
やっと見つけた本物の私。なんかすごい病んでますね。か久しぶりに見たら。待ちなさいよ。これ以上どこへ逃げるつもり？もう逃げる場所なんてないわ。あの無数のシャボン玉、さまざまな人のさまざまな意識。裸やんけ。裸なんですかねあれ。人の意識なんてこの海から生まれた脆いシャボン玉に過ぎないの。私は生まれちゃいけない意識だったのよ。初めからあなたが生まれていればもっと違う人生だったのに。やめてよ、自分の口からそんなセリフ聞きたくないわ。あなた自分を変えようとした、あなたがしたことって何？ベッドの中で泣くだけでしょ。私あなたと変わりたいわ。稲葉くん、南條くん、優香、そして帝王くん、みんなを見てて思わない？できないことなんてないって。いや病気はどうにもならんでしょう。でも言ってね、何もかもダメにしてるのはあなたの心だわ。私はもう本心と向き合ってこんなこと言えないわ。どうなんでしょうね、僕もね、説教できないでしょうね。僕なんか、私はね、逆に僕説教される側でしょうね。私はもう逃げない。自分の落とし前は自分でつけるもの。これを持って行って。パンドラがいるアビデア界へ入れるわ。私帝王君だけはこんな姿見られたくなかったな。裸だからそれは恥ずかしいですよね。多分自分だったら傷の舐め合いになると思うわ。そうですかね。青いコンパクトを手に入れた、うん、うまく言えたかな私。でも今は自分を信じるしかないね。戻りましょう、みんなのとこへ。ええやっぱり、やっぱり帰んなきゃいけないの。歩いて帰んなきゃいけないんですかこれ。こっち何？行き止まり？何もないの？これまあ、絶対20分嘘じゃないですか。行って帰ってって考えたら、どう考えても20分じゃ帰れないでしょ、もう。誰敵出ないんじゃないっけ？え、敵出ない？え、本当に？え？え、なんで？なんで敵出ないですかね？いや、ありがたいですけど。敵が出ない、なんで敵出ないんでしょうね、うん、本当だね、全然歩いても、あほらね、あーすごいね、うん、いやこれ楽ですね、ね、楽ですね。あー快適、なんかダンジョン探索が、あー敵が出ないってだけでこんな楽になるんだね、いいですよね。あーこれだったらね、もう本当に快適でつかつかね、このだからアイテムは今取るのが正解、ね、今取るってもう全部取ったんじゃないですか、わかんないですけど、うん、なんか取ってないのあんのかな。いや行き止まりでしょこっち、うん、もう多分アスナーが敵みたいなもんだけどね。そうです、敵なんですか。リスナーさん僕のこと敵と認識してるってことですか。悲しいな。え、どっちだっけね、これなんかね、そのだからドラクエで何ですか、トヘロスみたいなね、そういうのあればね便利でしょうね。これダンジョンがこうやってサクサク探索できたら、58さんデス顔になってますよ。ねえ、ねえ、それだったらすごいね、ダンジョンもね億劫じゃないし、ないですかその今更ですけど、そのドラクエでいうねリミットじゃなくてトヘロスみたいな魔法ね、それあったらだいぶね、このゲームの評価も変わるでしょう。今すごい楽しい、ダンジョン探索が楽しい。野生王の心の声を代弁しただけなんだけどね。僕はそんな心ありませんよ。そんな少なくともリスナーさんをそんな、え、どっちだし、どっちでしたっけこれ。覚えてないな、あれ。これ上でいいんですか。帝王最低だな。何がね、ご報告だから違うって言ってるでしょ。これもっと上？あれ？これ一気に行っちゃっていいのか？もしかしてここ。
一気に上に行っちゃって動くか。今何回？3回。まだ上？あれこれ意外と帰るときは楽？もうないっすよね。これすごいいいっすね。で、これ、ここ？で、帰り？帰宅？ここは？スタート？あー、楽。あー、すごいな。こういうサクサクダンジョン、あれできた。すごいもう。あー、なんかね、今までもう。で、あ、出ちゃった。あ、そっか。こっちに戻るのか。うん、で、神社行って。みんなと合流。そんな楽していいと思ってるの？いや、いいじゃないですか。ゲームなんか楽でいいんですよ。ゲームなんか必要以上にね、難易度を上げてね、ストレスを与えたってしょうがないですよ。ね、ゲームっていうのはあくまでね、その、ね、暇つぶしというか趣味というか娯楽なんですから、必要以上にストレスをね、プレイヤーに与えるべきじゃないと思うんですよ、言っても。みんな、お待たせ。待ちくたびれたぜ。どうやらうまくいったようだな。じゃあ、パンドラとやらに会いに学校に行くぞ。これで、待って。はい、どうしよう。ゲーム感を熱く語る帝王。いいじゃないですか。ねえ、ゲームとはね、そういう、プレイヤーが楽しめてこそでしょうね。そんなプレイヤーに過剰なストレスを与えるべきじゃないと思うんですよ、僕としては。OK。ねえ、それがゲームとしての本来あるべき姿じゃないんですかね。これでその学校行けばね、そのパンドラっていうかラストダンジョンって認識でいいんでしょうかね。ただ言ってね、もう今1時間経っちゃってるし、時間経ってますからね、今から行くわけにも行ってもしょうがないでしょうし、それだったら何ですか、そのベルベットルームなんかペルソナもらえるんですかね、うん、そっち行ってあと1時間でもね、育成し、レベル上げしたから行った方がいいんですかね、うん。確かね、ダンジョン、ラストダンジョンの入り口にセーブあるんでしたっけ？ちょっと待ってくださいね。メディナーマン。書いてね、これ、ペルソナこの位置じゃ打てんって。ですね、マキちゃんもうちょっと前に出さないとってこと？エペルソナ、タルカジャ、メギドラ、くちばしもあれだし、もうちょっとあれすれば覚えるのかな。ちょっと誰かあのね、知ってる人いたら教えてもらいたいんですけど、そのね、そのラストダンジョンで入ったら出れるんですか？なんかね、この間のね、あのデバイガーでしたっけね、カットのところみたいに一度入ったらもう出られないとか、そういう仕様なんですかね。出れる、出れます。はい、じゃあそのラストダンジョンの入ってなんかね、すぐ中にね、誰かいるな、セーブポイントで今日終わって明日そっからすぐ攻略って感じでいいんですかね、うん、ねえ、なんかダンジョン、ラストダンジョン長いらしいですかね、明日。でも明日、実際どれ、ね、経験者的には、ラストダンジョン何時間かかるんですかね。明日8時から仮に枠取って、3時間で、追われたりするもんなんですかね。まあ、一応ね、ドラクエが深夜0時ですから、多少延長できたとしても、まあ1時間で4時間が限界ですけど。
行け。4時間で行けますかね。カンドルのところはね、言ってあれ、まあサボテンはね、逃げでいいんですかね。ザボテン逃げでもうガンガン消化してっていうか、戦闘するよりは逃げた方がね、時間余裕少ないでしょうし。そういう認識でいいんでしょうかね。エルソン、何合体とか、あれなんか使うんじゃないですかね。え、合体でアイテムを使うってこと、もしかしてそういうこと。適当なやつでアイテムで何もらいましたっけ。 ねそういうこと。そうそう、ね、このロゼッタの石碑だかって、バッセ合体で使うとってこと。え、でもリリムは変わらないですね。スジャータが午後9時をお知らせします。どうも。あ、9時か、うん、え、でも、え、要するにペルソナを強化するためのってことですか。合体でなんか別のペルソナができるってこと。組み合わせはエンペラーじゃね。エンペラー、エンペラー、エンペラーになるやつに使えってこと。でもエンペラーないですからね、言って。どういうこと。じゃあエンペラーになるあれするまでカード集めろってことですか。じゃあ とりあえずカード集めですかね。残りの時間でやるとしたら、あとは防具とか新しいの入ってんでしょうかね。って言っても変わってないですよね、多分シュルツとかなんかヤクトとか。武器ももう調達はしなくていいってことですかね。強いて言うならあと里見正して薬局で薬をもうちょっと。ポイント回復するならビルグスリート、ポイント崩れ一時大変な顔
で歴史が高いくつくりリフトちょっと詰めて聞きたいよよりするポイズマッチした時はくつくりパラダイズで病気をなおうとくつくりリフトくつもダダダダダみんなのみたらだら僕らのマッチこれ何なんですかね、増加ってのが増えるってこと？ヒットポイントが増えてるってか、これを使うとヒットポイントが増えるとか、え？あ、でも、あ、増えるっちゃ増えるんですね。え、減っちゃったっていうか、ちょっと毒になっちゃった。ちょっと、何これ、相性があるってこと？ちょっと、待ってください、ちょっと。よくわかんないですね。あ、回復したら逆に、マキちゃん下がっちゃった。どうしようね、時間的にはまだ2時間ありますけど、ね、これで今日終わりってわけにもさすがにいかないでしょうし、来たわ、風神具手に入れたみたいっすね。はい、はい、どうもベラボさんいらっしゃいませ。はい、手に入れました、ただどう使っていいのかよくわかんない。なんかエンペラがどうこうってね言ってましたから、ちょっとカード集めに勤しんだ方がいいんでしょうか。まあ言ってるアスナのねレベルも足りてるか分かりませんし、今いくつですか、平均52の51の50の44の46、マークとやつがやたら低いですね。だからラスボスエラー強いって聞きますし、ね、多分その最強のフグだかってね、フーシングかね、使わないと多分勝てないぐらいでしょうね。とりあえずカード集めしましょうか。できるかな。52ってことはこれ足りないですね。敵また強くなってる。ってことはこれレベル上げしないとカード手に入んないってことですよね、言って。メイディラマ、相手にここでも届かないの？ダメなの？逃げてばっかやったもん。いやそうだって、2人で戦うなんてめんどくさいじゃないですか、言ってね。ここでもダメなの、くちばし。ちょっと待って、ダメですね、ベーサーのレベルが上がらないと。あれです、マジうわ、全然死なない。ここまで来たらメギドラオンもペルソナにつけれた。ここまで来たらメギドラオン、え、最強のやつですか。スケレタって過去形、過去形なんですか。よくわかりませんが。よくわからないですけど、と
りあえずちょっとじゃあレギュラーでしないとですね。ねラスダン。どう考えてもねここの行けるって予想じゃないでしょ。今日はねあとはレギュラーで、ね、今日は終わりましょう。今48でしたけど。8か9ですか。白熱の石板つけると覚えるよね、はい、メギドラオン。白熱の石板そんなもんありましたっけ。それも何ですか、その最強のなんとか風神具で手に入るんですか。僕が手に入ってないね、白熱の石板、ね、そんなもんもらった覚えないですし、1個持ってなかったっけ。え1個持ってた。え白熱のわかんないです。これ相当できないんですよね言ってね。え前詰めにしかあれだから種類別にとかできればね。嘘ぴょん。いいんですけど嘘ぴょん嘘ちっちゃもう騙されたダメだ。どこのリスナーさん僕を平気で騙そうとする人いますからね、ひどい人。こいつでしたっけ、なんかさっきね変なことしてね、うん、無知の棒で切ったやったり、ね、リスナーを嘘つき呼ばわりするけどだって嘘ついたでしょ、あなた自分で嘘ついて嘘つき呼ばわりされて非難するってことだな。なんでそれと僕が最低になるんですか。最低なのはリスナーさんの方でしょ。いやいやいや別にあなた個人をじゃないし、あなたは別に同行じゃないですけどねえ。でもね本当にどうにかちょっと待って、あなたが言う筋合いはないでしょ少なくともねえ、ねえ77個目さんにはねごめんなさいって謝ってもあれねいいんですが、わらわらあれこいつは46だからねえ。でもなんでしょう、高慢高慢あやせですか、誘惑、うん、ああよしよし、うん、トッパーズ何あげていいのかな。前にカードもらったよねこいつ本当。多分使ったんじゃないですか。ちょ
コメバックのカムバック、カムバックって戻ってきてって意味じゃないですか。よくわかんないですけど、カムバックってただいまって意味なんですか。よくわかんないですが、42、あ、42もいるね。43もいる。あ、弱い弱い。誰かいますかね。賢いインキ、陽気コマ、これ誰、綾瀬でまたいけんですかね。仲間戻ったね。ああ、そういうことです。ああ、そういうことです。はい。ダンジョンクリアしたね。ほんと。やっぱ、高慢のやつには、誘惑が。僕、お茶くらいならいいですけど。ちょろいな。お茶の後どうすんの？まさかいきなり、僕、恥ずかしいちゃう。何混ぜてんだ、このガキ。いいですか。やっぱダメって話して帝王みたいにちょろいね。僕ここまでちょろくないですよ。何このちょろいやつ。キューピッドかも。今日は眠いっすね。こいつらは、強気、陽気、どっちだろう。陽気な方ね、何かあれなのかな。強気？なんで強気ってだ、何でしたっけ？誰でしたっけ？物？違う。物で釣るのは愚かですよね。演説する？ええ、ダメだな。おだてるやってみたら？おだてるですか。おだてるって誰でしたっけ。まっちゃんでしたっけ。かわんちゃさん、一目で分かっちゃったらさすがに迫力が違うのね。いやいや、そこまで言われたら、あ、喜ぶ、うん、あ、すごい、え、これでスペルカードくれる、くれないの、くれないの。ダメだな、喜んでくれたのねえ。つまらぬことだ。これじゃあれなんですよね。でもものはくれるんですけど、あ、経験値もくれるんだ、たまに、うん、陽気はだ、なんですよね、マークですかね、踊ると、うん、どう？喜ぶのでもね、あれです、帝王並みにちょろいね。なんでですか、見つめた、怒った、うん、歌？どうどう、歌じゃダメなんすね、喜んじゃダメなんすね、なんでしょうね、陽気だからね、けなすとか。ダメか、泣き落とす。何条か演説とか。
こっちゃ。まあ、席。ああ、でも、皮肉？うまくいかないっすね。向こうから。あ、怒ってる。私では機嫌が悪いね。変な真似したらぶっ飛ばす。あんたそれでよくて。何こいつ強気。強気って何でしたっけ。強気は。ダメだ。おびえるふり。怒っちゃう。強気コマどうかな、誘惑聞かなかったような気もしたんですよね。強気なんだっけかな、怪しいじゃダメだったと思うんですけどね。女はダメなんですね。なんか誘惑してる。あ、聞く。あ、聞いた。まあ。かわいい。息を吐くように数え息満を出す放送と聞いてきました。はい、どうも。平野駒さんいらっしゃい。はい、息を吐くように、まあ確かに。いや、そんなに。まあ数え役も、出しますね。まあ、ゆりゆりしいでござるな。確かに、ゆりゆりしい。これでちょっとカード増えたでしょ。上から帝王。何ですか、意味がわかりません。はい、89個目さんもいらっしゃいますよ。はい、どうしよう、ちょっと増えたからね、何か作れる種類も増えたんじゃないですかね。上からマリコのパクリ。何ですか、上からマリコって。僕知らない。正解。正解なんですか。上からマリコって言ったら誰でしょう。何でしょう。エンペラーでしたっけ。あ、パール？これ？バール？バールですかね。エンペラー。悪夢の歌。AKB の歌。ごめんなさい。僕 AKB も。帝王派上からではなく下から。エンペラー。43のなんか OG。 篠田麻里子がじゃんけんで勝った時の篠田麻里子。いや、本当にごめんなさい。ねえ、オーディンかこのバールですか。で、これで、強いのかなこいつ。何でも謝るくらいなら答えなくていい。そうですか。バールのようなもの。バールのようなもの。そういうことですか。これが、語源なんですか。それとも、オーディンね。オーディンって言ったら誰でも知ってるってぐらいの。ベトラアイズ、マグナス、ベトラマ、龍河戦艦、マグダイ。ベルトナまだ最終回にならんのか。まだ、だってラスダンっていうかね、
だから、52、55でしょ？まあ、多分これテイロにつけてってことなんでしょうけど、テイロまだ52なんですよね。どうしよう、これでいいのかな？これに？その、さっきの何でしたっけ？このロゼッタの石碑。あ、変わるんだ、そしたら。アメンダー62、62って全然足んないじゃないですか。これどういうこと？ 14 でもダメなの？アメンダー。これ作っても62まで上げないとってことですか？もしかして。そういうことなんですか？あ、ブルータブレット。ちょっと待って。その、なんですか、そのラスボスって、このフーシングのペルソナいないと。見てみよう。いや、それはいいんですけど。いや、まあ確かに強いですけど、でも物理魔法に弱いとか、メギド吸収とか。どうなんですか、これ、こいつらを連れてかないときついんですか、実際その。それがよくわかんないですけど。ねえ、今まだ言って50代でしょ？ 50 ちょっとでしょ？どういうこと？これ。なんかめんどくさいですけど、とりあえず作っとくだけ作っときましょうか。作っちゃおうかな。よくわかんないけど、風神です。このペルソナ主人公につけてた。本当ですか？そんな強いんですか？お前最強ペルソナ、無色ブラックホール持ってるだろ？それ使え。なんですか？無色だと思う。ブラックホールって。懐かしい。懐かしいですか？ねえ、エンブラ、アメンザ。62ってことは、これ結構レベル激しく頑張らないときついってことですよね。ね。じゃあ、帝王に、未来の、てか、あ、レベルが足んないか、まだつけられないか。他になんか作った方がいいんですかね、その。ねえ、その、神宮を使って、何か作れるやつがあればいいってことですね。なんでしょうね、他に。適当に。要するに、変わればあれってことですよね、その。バッセ。これですか、ベルザンディ？何でしょうね、メディア、リカーム、ディアラマ、メディアアラハン、何でしょう、回復ですかね。こいつも作った方がいいですかね、レベル60。ベルザンディかな？ベルザンディですから、ベル、ね、どうなんでしょう。完全回復。使った方がいいですかね、でもなんかね。いいね、メディハマでもこと足りるんですが、まあ一応作っときましょうか。でもレベル61ですか。レベル60まで少なくレベル上げ頑張らないとって終わんないってことですか、これ。それぐらいやんないとラスなんてクリアできないかもってことですか。厳しいな。他にもまだ作れますかね、その風神の中で。
もう少ないな。デビルとかでロッキーとかありますかね。ロキ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 、ドラゴンスケール、これか。ドラゴンスケールで、あれ、あ、違う、変わんない、変わんない。この転生なんとか変わる、変わんない。ルビーでウシャス、まあいらん。フーシングで作れるぐらいのやつを、ジャックランタン変わんない。もう今作れないのかな。もうちょっとカード集めてこないと。ていうかレベル上げしないと。ちなみにラスダンの最新部ではレベル70、80くらいの敵やぞ。覚悟しとけや帝王。はぁ、ちょっとマジでそれ、70、80、そこまで上げなきゃってことですか言って。まだ50なのに、まだレベル上げ足りないってことですかこれ。そういうことなんですか、うっそー。じゃあ当面レベル上げ、僕の配信。それともダンジョン探索しながら、でも探索しながらって言ってもね、セーブがないから。ちょっとどういうこと、最新部70、80? ねえ、そりゃこっちのレベル低くても勝てるってな、そりゃいいんですよ。こいつ何、妖魔天狗、まだレベル足んないから。ちょっと待って、だってこれレベル、ね、そんなサクサクポンポン上がるようなゲームじゃないし、これ下手したら今週どころか来週でも終わらないってことですか。そんなかかるんだ。欲しかったですね、その赤いやつだから知らないですけど、白熱のなんとかとか誰か言ってましたけど、うん、まだでしょ、でもね言って52、51、50、44、46、何も変わってない。243だから平均、うん、48? カジノの景品になかった、石板なかったらごめん。ああ、ゲーセンですか、ちょっと待ってですね。ってことはカジノやんなきゃいけないってことですか言って。無知、ああヒットポイントも出てんだ、400。でも50だからどの道あるか。やんないとってこと、レベルも上げてカジノもやって。それ、え、ちょちょちょ待って、今何十分が大ピンチ、何があった、石化カムツキ、これじゃないですか。コインをお金で買うっててもあるけど、はい、ただお金かかる。ああ、さっきまでお金結構ありましたけど、今はあれですか。どうせこちらあれでしょ、物理。あ、めっちゃランク。おいてか、男女くんの方が死んじゃった。行くぜ。
が先に死んじゃった。あ、マーク回復しないで。え、どういうこと？回復しないでっていうか、もう死んじゃってますけど。禁止で最高相性だと 50% くらいの確率で潜在攻撃が発動するかも、はい、ああ、へえ、そんなある潜在攻撃。なんか FF でもありましたよね、どれかのあれで。イルルヤンカシュだそう。え、イルルヤンカシュ、え、だからマークですか？マークをこのまま回復させないでってことですか？ね、あ、そっか、すいません、あそこまで。メディナマやるとあれなんですね。ね、そっか。までって結構ね。で、何でしたっけ、カジノでしたっけね、さっき言ってたの。
カジノの景品ですか。じゃないですね。黒熱閃光石板烈波灼熱風魔炎魔鳥、あ、これここら辺か、うん、灼熱だった。灼熱だから核熱じゃないか、風神具じゃないってことですか。アイテムってことですか。でもどうなんですかね、この辺のねやつって取っといた方がいいんですかね、うん、風神具ねコインちょっと、どうせゴールドお金言って余るでしょうからね、100万もうぶっこんじゃいましょうか。1644万、まあ、お金もちょっと残してる。で、なんか取った方がいいんですかね、どれか。はい、カルラ像、雷起こし。黒いガーターベルト、水天宮、うん、1500、うん、強いのからいただいていきましょうか、うん、3500ちょっと足んないか。今交換したのは魔法を覚えさせるやつじゃないぞ。え、どういうこと。違うの。違うんですか、よくわかんないけど。朝さんいらっしゃい。人気弱気、短期高慢人気、なんでしょう。43ね、ちょっと高慢だったらね、綾瀬の誘惑で無駄だ無駄だ無駄だ何これ、男3000円ほど何ダメなの、なんだ、じゃあ脅す、無駄だな、ダメじゃん、泣き落とす、無駄だな、怒った、無駄だな、こっち何でしたっけ、陰気浮気、陰気浮気は何だっけ、陰気浮気踊る、あ、うん、踊るだ、
下心。あ、どうも広告ありがとうございます。さとみただしさん、はい、ありがとうございます。スペルカード、とりあえずこうやってカード集めて、あとレベル上げもですね。ちょっと待って、止まった。これ何でしたっけ？カエルの。はい、え？カエルの？ごめんなさい、カエルの？ちょっとごめんなさい。入用ください、さとみただしさん。あ、そういうこと。どうしよう、こいつは確かね、うん、綾瀬で、うん、誘惑で、うん、こいつらのなんか強そう。天狗51ちょっとだ。どうしよう、回復しない方がいいのかな。ひどい。
ルジ、陰気高慢、高慢、どうでしょう、綾瀬、いけるか、やれ、虫だろうと、虫っぽいけど、誘惑で、落とせ。ねえ、ダメだな、怒っちゃう。黙っててほしい。命の星。なんなんでしょうね。ダメだ。何十億。一括。怒った。演説。ダメだ。じゃあ後ろは？あーダメだダメだ、けなす？相変わらずキレさせるのうまいですね、わらわら、ね、僕はね、全然キレさせるつもりないんですけど、なぜか知んないですけどねえ、こうキレまくりこう、あ、嘘泣きにもコツ？なんか、嘘泣き？泣き落とす？違うんすね、なんだろう、さらに泣く困っちゃう、脅す、あ、怒っちゃった、もうダメだ、すいません、ちょっとトイレ行ってきますんで、はい、申し訳ない、ちょっと一旦マイク切らせていただきます、少々お待ちください、はい、失礼、だいぶ夜型配信になりましたね。わこつ？ああ、はい、すいません。お待たせしました。再開します。はい、118コムさんいらっしゃい。そうですね、夜型メインにちょっと変わりましたんで、はい、よろしくお願いします。
こんなに、どうなんでしょうね。まだ言ってねえ、レベルは。こっから最低、全員10ですか。上げて、さらにね、そのペルソナをつけられるようになってから、さらにペルソナのレベルもですからね。どうせだったら腕試しがてらラストダンジョン行ってみるのもありかもしれませんけど、あ、こいつまたこういうやつだね。こいつなんだよ、マセガキっていうか。もう一声お金なんです。すいません、ちょっと一回もう一回セーブしておきます。はい、
行け。反射かね。ちょっと待って、あれ水晶の壁は全てを反射する。水晶の壁？どんなの使ったの？こいつちょっと見てない間に。ねえ、だってねえ、魔法反射なのに。じゃあもう2件しかないじゃないですか。こういう厄介な敵が終盤だからどんどん出てくるんですかね。で、ヒットポイントもせっかく1になったから、誰か回復いませんかね。メディラマじゃダメだしね、単体の回復誰か、ハイアスでも誰かつけてくんだな。どうしよう、いやさすがにこれダメだ、使おう。
術全開。帝王の煽りが冴える煽っていうつもりはないんですがね、なぜか僕が何かね、あれすると今晩は、はい、どうも、レトロ社長さん、はい、どうもいらっしゃいませ、はい、名前が秀逸レトロ社長ですからね。ね、ペルソナちょっと頑張ってね、まだまだね、終わりそうで終わりじゃないって感じですかね。どうなんでしょう、実際その。どうなんでしょう。佐久間をフルボッコにする放送まだですか。それは、ちょっと、今週末はちょっと別のゲームやるんで、来週ですね、なんかそんなに打ってたんですかね。まあ確かにね。今日のお土産です。どうぞ、はい、無ドーンって魔法ですか。何すんの。一応予定としてはダビスタですか、ね、今度の土日って土日月3連休なんだよ。3日間で1日12時間ぐらいでやって3日で36時間でダービースタリオン、ね、プレイステーション版のダービースタリオンで、全 G1 ですか、制覇目指して頑張ってみようと思います。どうなんでしょうね、実際多分ね、本当に上手い人はね、なんかありけど、いただきましたありがとうございます。全重傷だろ、甘えるな。いや、僕じゃ無理ですよ。多分、全 G1 ですら。別に全重傷でもいいんですけど、多分、全 G1 無理だと思いますよ。僕の知識じゃ。別にね、それは全 G1 取れたら全重傷まではね、やってもいいですけど、多分無理だと思いますよ。これどうしよう。ちょっと、ラスダンちょっと見てみてもめんどいか。当然凱旋門もですよね。いやいや、全 G1 ですから、いや、ダメですよ。僕、凱旋門なんか一度も取ったことないんですから。無理ですよ。海外の G1 全部嘘でしょ。それ僕絶対無理ですよ。だって海外ってプレスのダービスタって何 ?3 つぐらいでしたって?そんなに多くないからそりゃいけるかもですけど、僕凱旋門勝ったことないですよ。言って無理。吉田さんがいくら多分の結果ね、アドバイス次第ではいけるかもしれませんけど、いや無理じゃないかな。やっぱりあれですね、ゲーバーっていうか、G1 全部狙うんだろ。お前、景品の凱旋門だろ、はい、大丈夫だ。意味がわかりません。競馬の凱旋門は。凱旋門で買ったことない、帝王が走るの。いや、僕が走りませんけど、いや、ね、昔、ダビスタちょっとやってたことありま
ましたけど、今日はふんぬん対応で嬉しいです。そうですか、ありがとうございます。なんでこんなにしないんですかね。南城4に出るぞ。うん、知ってますけど、なんでしょうね。馬の名前の勘は当然底辺だよな。まあ別にいいんですけど、なんでしょう、僕はリスナーさんに安価で選んでもらおうかなって決めてたんですが、まあそれでもいいんですけど。まだですか、ペルソナね。まだプラス1、プラス1、全然上がんないですね。まあ、ね、これ、フォーメーション変えた方がいいんですかね。やっぱペルソナ、アドマイアナマズメ。使った方がいいのか、それともペルソナ変えましょうか。馬の名前、嘘吐きてよ。何ですか、その、やめてくださいよ、そういう。ね、初見の人に誤解与えるような名前は、うん。何ですか、アドマイアナマズメって。これペルソナ変えてもらえるのかな。ちょっと底辺しこりを。しこりません。いや、しこって、そこはしこってない。まあ、任せ。馬の名前、帝王大不正。正してません。何のゲームで僕が不正をしたと。ねえ、そういう言いがかりはやめてください。うん、これちょっと、ペルソナ変えましょう。ちょっと、配置的にもちょっと、あんまりよろしくないかな。マキちゃん、とりあえず、これ、うん、底辺に変えましょう。ファレグ、とりあえずファレグにして。馬の名前、帝王ナマズメハーガス。ね、馬の名前って確か9文字までしか入んないでしょ。フォーマー、とりあえず聖剣耐性を外して、で手を持たせて、で転生じゃんにゃん。マキちゃんに持たせましょうか。これね、付け替えのに一回一回お店入らなきゃっていうのちょっと面倒ですね。言ってん、天地聖天大聖。馬の名前、ロリコン帝王。なんで僕ロリコンになっちゃってんですか。で僕ゲームの幼女とかに浴場なんかしたことないでしょ。作業しながらだったから気づかなかったけど、はい、馬の名前決めてるの？いや別にまだ今決めてませんよ。言って別に今まだ決めてません。旅スタ始まってからでいいでしょ。今決める必要はないでしょ。ねえ、電線にゃんにゃんで、でどうしような、マー君がホットセやったガラスか、やったガラスマドリス。そうなの、うん、一生懸命考えたのに。いや、お気持ちありがたいですけどね、今度のね、3連休で、その名前また披露してくればいいですか、ね。馬の名前、お前んち燃えてんぞ。怖いな。燃えてませんよ。どうしような。ヤリン帝王ってのはどう？僕
僕事実じゃないですけど、いいんですか。まあヤタガラスと南塾にとかえるか、東海帝王なんかどう？東海帝王そういうのはね、まあわかりますよ。そういうのだったらセンスね、普通にってか。でもね、それだと普通の馬と同じ名前と被っちゃいますからね。まあいいや。神奈川帝王。別にいいんですけど、神奈川。待ちかねタンホイザー。待ちかねタンホイザー。え、それってなんか実名ありませんでした？え、馬、ね、実名であれ、いませんでしたっけ？よく覚えてないですけど。別に今決めるわけじゃないですか。その今は別にね、馬の名前披露しなくてもいいですから。よく気づいたな、実名だ。やっぱり、いやね、昔ダビステやってね、レースの競走馬でいたような気もしましたからもう。どうしような、不正マーリン。違いますよ、アスペのマフを。いやいやいや、アヌビスにするか、いや、どうせ、マークもあれだよ。いや、アズライル欲しいですね。アズライル、怪しい。アスペのマーク。まあ別にいいんですけど。フセイマーリ。やめてください、そういう誤解はね、与えかねない。場面は全裸で土下座、これは決定だね。やめてください。そういうの使ったら僕全裸で土下座しなくなっ、しなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか。じゃあ南塾のアズラエルを、で生爪剥がす。剥がしません。めんどくさい、むっていよ。いや、それはそれで味気ないでしょ、さすがに。腕もぎてよ。腕はもぎません。ついでに合体なんか作れますかね、うん、あ、すごいすごい、なにタワー、なに甘つみかぼし。贅沢ですよ、そりゃ。いや、贅沢ってもね、安価で決まったら、それ、ね、名前登録しますから、別に。うん。却下とかしませんから、安心してください。足もぎ帝王の方が良かった。いや、よくない。なんでしょうね、エンジェル、転生にあるんじゃない？違う？先生にゃんにゃんだからあんまり意味ないんだよ、うん、こいつはタワーはなんか変わるんですかね。甘つみかぼしでも、ロキとかはロキ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 、なんでしょうね、なんかあんのかないのかな。晴天大使さっきやった、ね、ダメ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 、モーリア変わらん、バールはバールも変わんない、ヤタガラスはない、
この辺は意味ないでしょ。ダメ、まだ作れない。二人に予備のペルソナ持たせた方が交換しやすいですかね。とりあえずなんか枠埋めときましょう。強いのか弱いのか、まあいいか、作ってみましょうか。とりあえずこれで、あと30分ぐらいですかね。とりあえずカード集めとレベル上げ、申し訳ないけど、ちょっと単調な作業続きますけどご了承ください。はい、こいつらまだ強いのかな。50、50、ちょっと強いかな。まだペルソナへ回転でき、ペルソナとメディラマ、フィートウェーブ、メディラマでいいかな。これで口ばり、使えないの、使えないの、なんで口ばり使えないの、使えるようにって配置したはずなのに、もう
メイジンドラ相性が合わず発動できません。もうチェンジの報酬へアズラリ使えないんだ。じゃあアズラリの何十相性あるとか、しかもなんか回復しちゃったし、ペルスのアソロイドも仲良くしちゃうし、もなんだ、呪いの力で氷にようやく動けたか。明治強者もヒートウェブ、いやダメか、何十分は使えないし、こう明治とかエピルスの何ですかね、フライバー、はあ、もう一回回復しちゃった。なんかめんどくさいことになってんな。逃がして逃がして、もうあ死んだ。でもこれなら多分こいつ武器物理でしょ。ちょっとまた付け替えですね。これめんどくさいですね。相性もあるから。ねえ、ピルさん付け替えぐらいね、どこでもできるようにしてくれたら。もうちょっと楽だったような。あ、国境も12時間放送と聞いて。はいはい、アクセンさんいらっしゃい。なんだかんだ言ってね、ファイナルファイト1時間半やって、4時間半。まあ、12時間じゃないですけど、1日8時間やってますよ。あ、ちょっと待って待って。こうまあ、でもね、アリアス
チがアズラエル使えないんじゃ。適当にアドスでもつけとく。いや、ゴジ天皇でもいいか。いや、あれ、ゴジ天皇って男でないとダメなんでしたっけ。なんでスパロボさらに遅い時間にしたん？いじめなの？いや、僕がいじめら、リスナーさんがね、スパロボを早い時間にやるとボコボコにされるんだよ。それでやむなく去れちゃったんですけど。あ、ちょ、ごめんなさいね、スパロボ。マジ家庭用最低だな。違いますよ。僕が悪いんじゃないですよ。158個目さんでした。ねえ、リスナーさんがなんかスパロボやってる時だけやたらとボコボコに文句言うから。ねえ、スパロボ楽しみに見てる人だってね、少なからずいるでしょうね。ねえ、それなりにスパロボ邪魔邪魔とかね、スパロボやめてとか、そんなこと言われたらね、僕だってへこみますよ。スパロボを楽しみにしてるリスナーもいるんですよ。ですよね、うん、僕もだからそう考えたんですけどね、うん、もうあれだからもうペルスナ夜にしようかな。ペルスナ深夜にしてね。そういえば昨日のスパロボ見れなかった、はい、見せ場あったの？見せ場はあの昨日あのリューネが本当ならスパロボを楽しみにしてたのに残念だわ。マジギレするでよ。どうなんですか、なんかスパロボ見たいって人も多いですけど。でもね、もう今更スパロボ変えるわけにもいかないしね、見たいって人いるからね、早めにちょっと戻したらスパロボ邪魔って。だから皆さんがそうやってスパロボ見たい見たいって言ってる、ね、スパロボ叩かれてる時にね、擁護してくれれば、ね、もうちょっとあれでしたけど、誰もかね、かばってくれないから。ちなみに自分はいじり以外は帝王を擁護してるよ。うん。でもね、リューネが何だって？リューネが、あの、味方に、することできずに落ちちゃいました。またリスナーのせいにする帝王最低だな。いやでも実際そうじゃないですかね、リスナーさんがそういうこと言うから。僕としては待って、晴天体制どの時間帯でもいじられてるじゃないか。いやはでもさすがに深夜は、昨日はおとなしかったですよ。さすがにもう人がいなかったっていうのも、まあおかげでリスナーさんは少なかったです。昨日の時間帯はまったり。はい。意味がわかります。今更戻せませんよ、そんなね、スパロボまたあって。これでまた時間早くなったら、またスパロボって文句言われて、ね、で、またってなるんですか。もうダメですよ、申し訳ない。もう。どこでしたっけ、聖天体制が魔法を覚えたから、これで、綾瀬に、聖天体制、あ、レベルが足んねえのか、もう。めんどくさいな、これ。レベルが足んねえのか。だからか。そしたらどうすりゃいいんだ。まあ昼の放送やめちゃったから、今さら変えてもってなりそうだね。はい、というか、ただでさえ遅い時間であまり見られないから擁護しようがない。はいはい、この時間だったらいくらでも擁護するのに。そうでもないでしょ。だって言ってこの時間でね、昔スパロボやってて、誰も擁護されなかったからスパロボ深夜に移した経緯あるんですよ。それはちょっとね、まあ別にあなたがどうこうじゃないですけど、ね、申し訳ないですの。あ、ずらいる、しょうがないわ。あ、装備してても変えられるのこれ。外さなくても。そういうこと？これでだいぶ便利になりますね。たまたま見られないタイミングで深夜に移動してたショックが帝王にはわかるのよ。でも今さらまた変えたら変えたでね、多分ペルソナのね、リスナーさんが文句言うでしょうし、ね、言ってドラクエの時間のね、待たされたらって文句言うでしょうし、申し訳ないけど、だってスパロボ1回じゃないですよ、2回ですよ、もう2回ももうね、ボロボロに言われて、
ね、その時リスナーさんが2回ともかばってくれなかったんですよ、うん、それじゃあもうスパロボ需要ないからね、捨てるしかないでしょ、捨てるっていうかね、遅い時間に移すしかないでしょって、うん、ね、これペルソナだってね、誰も今例えばねペルソナやめてとかって文句出ないじゃないですか、うん、だからこういうことになっちゃったんですよ。ああもう編成もろくに分かんなくなっちゃった、転生にゃんにゃん何十かあずれ聖天体これでいいのかな。リスナーにかばうことを強要するでよ。強要じゃないですけどね、そ僕だってそんなリスナーさんの意見を反映するってことになったらね、スパロボ見たくないって言われたら、じゃあ、ね、見たくないっていうか、人少ない時間に変えるってせざるを得ないじゃないですか。うん、だからそうなったんですよ。うん、ね、そりゃ僕がね、無理やり強行してもそりゃいいですけど、ね、それはさすがに、ね、僕だって配信、やっぱね、リスナーさんが見たいってものをね、見せて、っていうのもありますからね。うん、申し訳ないですけどね、少なくとも、うん、もう変えられません。もうね、言うて、昼の分のリスナーさんね、見限っちゃったとこあんのに、今更また元に戻すなんてこともできないですから、これはもう申し訳ありません。もう決定事項です。二度と覆ることはありません。リスナーさんには申し訳ないかもしれませんけど、少数の声のでかい人間にこびへつらうことでサイレントマジョリティを手放しているのに気づかないのか、はい、いやそれがだから分かんないんですよ。だからね、少数だろうと、まあ文句言うリスナーも悪いけど、帝王もいちいち反応しなくていいんだぜ。結局は帝王が決めることだから。でもね、これでまた変えたらまた文句っていうかまたブツブツ晴れますからね。もうちょっとこれ以上変えようがないです。少なくとももうスパロも何かのあれで戻すにしても、もう今の第三次やってる間は無理でしょう。少なくともそこだけはご了承ください。申し訳ありません。マハムドメディラマダルカジャメディカ、何かの魔法が消えたような気もするけど、気のせいか。まあそうさね、自分もいろいろ言ってるけど嫌に奈良県に来ないだけだしな、わらわら。怒ってことですか。いや別に怒ってはいないですけど、そういう経緯があるから、もうちょっとスパロボはねえ、時間やれないですよ。なんかだいたいこの時間ですね。まあやるだけやってみたらいいってことよ。それで何かあったらまた変更すればいいし、まあね、帝王大丈夫だ。帝王がやりやすいようにすればいいのよ。まあそれしかないでしょ、もう。変えちゃったからもうリスナーさんはもう減ることを確保でやるしかないですさ。ほうほうすごくなっちゃった。まあ仕方ないか、途中までだったけどスパロボ面白かったよ。まあもしね、その本当に続きが気になるというか、もし本当に見たいって、まあ、生じゃなくていいんだったらいずれ帝王最低だな、矢印これ言うリスナーのほとんどが帝王の味方と思ってくれ。そうですかね。いやそれはわかるんですけど、別に帝王最低だねには怒ってないんですけど、まあもしあのね、続きが気になるな、いずれスパロボも終了したら YouTube の方にあの動画アップロードしますんで、もし、ね、まだ本当に気になるな、この時間に戻ってきてくれることを期待しておきます。ね、その時にね、また来ますけどね、言ってボロクソに。どの道少なくともね、ペルソナ終わらないことにはね、この時間もずらせないですし、
ただペルソナ終わった後もね、この時間ファイナルファンタジー8もしかしたらやるかもってもう決まりかけてますからね。マークをどうしよう、なんか回復しない方がいいとか言ってたんでしたっけ。ねえ、でもペルソナどこ行ったんだ。なんかね、誰かあげなきゃいけなかったもんがあったような気がしたんですが、3でしょ、うん、あれってどこに消えたんでしょ。ちょっとすいません、もう一回だけ。なあ、いや、ペルソナなんか、うん、突き外し。どこに行ったんだ。パーフェクト DK、わら、エクストリーム DK、わら。はい。どうしよう、マークでも、マークじゃ、いや、ダメだよな。何でしたっけ、ヤタガラスか。綾瀬にもうイリリアン貸し付けましょうかね。うん、大丈夫、これ使えるかな。オートセーブ。誰か、いや、ロケつけるで、これで1人2つつい、一応形の上では、うん、いや結構だから大変ですね、便利なように配置するのも組み合わせるのもなかなか一苦労。50シャドウ、50いけるかな今なら。陽気コーマでもさっきコーマで失敗したんでしたっけこいつら、うん、ダメだな、ちょっととりあえずマハムド、いやダメ、使えないのかこいつ。誰かじゃあしばしメイクが、そろそろやめて休んでからドラゴンクエストごやるかい。まあ一応3時間の予定ですから、はい、枠3時間ですけど、まあ、あともうちょっと18分ぐらいですね、はい。でまたはい、1時間じゃ休憩して0時からまたドラクエ5に枠を取ってますので、もしよければそちらも、はい、夜ご視聴よろしくお願いします。はい、今日はちゃんと多分キャプチャーの設定できたと思うんでちゃんと見栄え大丈夫だと思いますけど、はい、問題ないと思うんですがね、今日は、ね、今急遽キャプチャー変えたんで若干見苦しく なりましたけど、今日は問題ないはずです。はい、まあとりあえずあと15分ぐらいレベル上げしてセーブして、今日はペルソナを、でもどうなんでしょうね、まあまあね、ラストダンジョンなんですよね多分次の、そのね学校の図書館の、いけないんですかねまだ興味がてらに乗り込んでね、下手に返り討ちにあったらそれはそれで時間のロスになりますしね、どうしたものか。ペルソナ今週でクリアできそうだね。いやいや、だって今週ってだって
今日火曜日でしょ、あと水分でいいですよ。まあ無理だと思うけど、起きてられたらヘタロボ犬に行ったんよのし、はい、もし見られたら、はい、じゃ無理じゃないんですか、だってね、そのさっき、ね、使ったあのフーシングのペルソナをレベル60でしょ、これまだ言って僕らねレベル50代ですかね、平均でレベル10上げないとってことですよね。その上で、うん、さらにね、そのペルソナがレベル8になるまで育成もしないとですよね。それでようやくラストダンジョンってことですよね。ね、3日っていうか、だから1日3時間やったとして9時間。間に合いますかね？来週いっぺんまでやってたら、なんかそんなね、いけそうではありますけど。今週中いけますかね。
物理攻撃にはうん、次のバトルラストで今日終わりですかね、はい、時間的に、うん、じゃあこれで、うん、とりあえず捨てまだですね52 52 51 45 47、うん、まだ平均50すらいってないですね。もう終わり、いやもう終わりってもう3時間やったじゃないですか。今日は十分ですよ。はい、え、時間、はい、だから、もうセーブして終わります。はい。マーク低すぎ。ねえ、マーク、なんですかね、死ぬから。なんでか知んないですけどね、マーク結構死んじゃうから。あと10時間。はい？あと10時間、無理です。もう、今日は終わります。また、明日、20時から枠取りますね、はい、今日の続きはそこから再開しますね、また明日ご視聴ください、はい、お疲れ、おやすみなさい、はい、お疲れ、はい、おやすみなさい、はい、一応この後0時からドラクエ5もありますね、もし興味ある方そちらもよろしくお願いします、はい、じゃあということで、3時間ご視聴どうもありがとうございました、はい。